カボフリオのメインビーチにやってきました。ちょっと今車しか見えない。まあでももうビーチ沿いにこうやって、これはマンションですかね。マンションもあるしホテルもあるし、うん、ビーチもまた向こうのずっと向こうまでこう繋がってて、すげえ。はい、こちらがフライヤードのフライヤードフォルチ。フライヤードフォルチ。フライヤードフォルチって言って、カボフリオで一番有名な一番大きなビーチです。おお、ここすごい。で、先ほどちょっとこれですかね、あちらの A がカボフリオでね、はい、ちょっと真ん中ぐらいまで白いっすね。白いな。砂も白いんですよね。柔らかい砂も。めっちゃ柔らかい。なんで白くなるのかよ。多分このどっかの地質的に、なんかこの風に乗って石灰岩とか流れてきたり、貝殻とかであったりとか、いろんな要素が関わってると思います。そうですね。こうやって遊びで覚えるから強いんですよね、みんな。お、飛ぶ飛ぶ飛ぶ。カモメが飛んだ。これ鳥肌立つですよね、これ。このキュッキュ言う感じ、鳥肌立つですよね。苦手な感じ。パン、パンとかやるとキュッキュッてなる感じ。どういう感じ。めっちゃ青い。広大さ。ハワイ行ったことないですけど、ハワイよりすごい。すごいな。スケールが違うんじゃないですか。綺麗、マジで海。あ、泳ぎたいな。遠浅ですね、このフリオ。めっちゃ遠浅です。半端ないです。広い、でかい。これちょっとカメラじゃ伝えきれないですね。美しい。